なんか色々と大谷さんの奥様の特定するような画像が出てるの嫌だな。ショックだけど受け入れようとしているファンの方の感情も逆なでしてるように感じる。自分も流れてきたの見てしまったが、あれはこちらの左端の球団職員の方だと個人的には思ってる。いずれにせよ特定するような行為はやめましょう。プライバシーの侵害は犯罪やぞ。大谷に嫌な思いさせてみろ。全方位から袋叩きに遭うぞ。どんな人か知ってどうする。そっと見守らないとね。幸せになってほしいから。キッタキラのツーショットを一枚見たい。あとはみんなでおとなしくしよう。個人的な感想だけど、特定しようとするのがすごくダサい。羽生結弦さんの件もある。特定とかせずに、普通に祝ってあげて。時が来ればわかる。オールスターで判明するでしょ。てか、一平さん同伴を今年もまた続けたら、逆にマジでヤバい。大谷選手が温かく見守れって言ってんだからよ、そっとしとけよ。大谷とご結婚なさった方を特定するの、本当に良くないし好きじゃない。現にネットで間違ってる情報が拡散されてるし、大谷含めいろいろな方々に迷惑がかかってしまう。これでも引き違ってたら大変。あっててもやっぱり詮索は良くないよね。普通の人って言ったんだから意味不明な詮索するなよ。本当に本人かどうかもわからないし、複雑な気持ちになったり、中には敵意向ける人も世の中いるのに。喜んで追いかけるのは狂信的なファンと週刊誌やワイドショーだけ。羽生結弦選手のようにならなければいいが。羽生結弦の時は女性週刊誌が離婚の原因となり、離婚後も女性週刊誌にあることないこと書かれて貶められちゃったからね。やめてほしいよね。ファンだけでなくマスコミにより普通にできる生活すら阻害される可能性もある。報道もほどほどに。気になるけど、大谷くんは日本の宝。そっとしてあげるのが、私たちが彼を一番幸せにできる方法。